浅野、金は？例のブツだ。さすがブラックシザーズ、感謝するよ。非合法活動のスペシャリストだぜ。不可能はねえ。足りないじゃん。これじゃラメイルグロスもカラーマスカラも買えない。ごめん、でもチークセットの限定品明日までなんや。アサミ、出会いサイトでそのあたりのロリ親父引っ掛けらすぐじゃんか。それはちょっと。ちょっとちゃうわ。クラス1の薄のろでも役に立つやり方教えたってるやんか。携帯貸しな。よこすって言ってるやろ。出し宝の剣アサミ。ミクラ、原田、やば、ガキが、ミクラちゃん、公務員接近中ちゅうことでサクッと撤収したいんだけども。だってさ、おっちゃんの毛が抜け落ちる前に戻ろっか。俺も抜け落ちそう。原田、援護して。原田、ワイヤー。あよ、おい、出たっけ。エンジェル、オッケー。バッチリっす。くそ、DSA ってなんだ。あいつら何者だ。DSA、 おう、あサツには私たちのこと内緒だよ。デンジャーサービスエージェンシー。それで頭文字を取って DSA ですか。だから危険代行業なんてなかなかできる仕事じゃありませんよ。おっしゃる通りの青山通り、毎回命がけトリオって呼ばれてるの知ってる。トリオ漫才かっつの俺たちってものはさ、チャンバラトリオみたい。古いやね、俺はケイシー高峰が好きだったな。あそこあんまし気んないで。クロちゃん、あのポールサインの中身なんだか知ってる。もしかしてあのマッチョさんたちって麦ちゃんの部下。
命がけトリオの子を一点いい腕してるそうじゃないですか。羨ましい。組織代出すよ。いくら？避妊科の医療薬だったんですよ、あれ。どれ？これ？それ。闇ルートで売買されてる。やばい代物だな。でなきゃ黒さんが麦山に呼び出されるわけね。うん、うん、じゃああのマッチョ軍団って。おそらくブラックシーザーズ。おっちゃん、生きて、帰れないな。また？また？で、取引をぶち壊した俺たちにどうしろっつの？実はあれ。おっちゃん行くよ。いつまでない髪切ってんの？だってもさってもあさってもってグラッチ。ごめんなさい。許してくれます？仕事ですからお互い。今回は多めに見ます。ペロッと端子よってか。いい子ですね。それに可愛いし、本当にあの子が、人を見る目がねえな、おばっかちゃん。それ、イミテーション。すり替えられたの、気づかなんて。やるじゃん、チョキチョキマッチョ。チョキでもグーでもパーでも何でもいいからすぐ奪い返して。時間がないの。私は役立たずトリオに仕事を頼んだ覚えはないわよ。姉ちゃん、今なんて言った？ちょっと、ミクラ。キサミさん、ブツを奪回するにもその所在がつかめないんじゃすぐには動けないんだけれども。それは浅野さんが持ってるはず。彼のマンション知ってるから、すぐ直行して。じゃあ原田君、ミクラちゃん。ダメだこりゃ。どうする、クロさん。思いっきし膨れつらしたって金にはなんないのよ。まあねって、ミクラちゃん。だってこいつ、私たちを過小評価してるもん。ムカつく。謝れ。あのね、彼は、浅野さんは人を殺しに行くつもりなの。滝沢という男をね。15年前、浅野さんは大学病院で病理学の研修医だったんだけど。何？病理学って。うん、病気の原因を検査したり発生メカニズムを研究したりする学問でした。怪我ないって何言わせんだ。ええ。それである日。お疲れ様、浅野くん。ありがとう。研修医ってこんなにきついと思わなかったね。うん。じゃあまたね。気が利くし、いい女だよな、美咲ちゃん。滝沢、お前には付き合ってる彼女が。研修医の女ってインテリブスばっかりだと思ってたけど、例外もいるんだな。そいつ感じ悪い。滝沢って男、女性の前ではいい人ぶってた。だから男性の同僚からは全く人望がなかったみたい。よくいるよそういうタイプ。美咲の前では特にその傾向が露骨だったの。だからってなんで滝沢を殺しに行くわけ？それは美咲さんがどっちを取ったかってことだよね。やっぱし優しい。そう、彼女は。だから今夜デートするんだよ、美咲ちゃんと。で、金欠でさ、俺少し金貸してくれねえか。いくら？何それ、なんで滝沢に行っちゃうわけ、その美咲って人。っていうか浅野さんも情けな。彼女もその頃はまだ気づかなかったのね、滝沢が本当はどういう人か。でも嫌おうなしに知る事態が起きて。というと？なんか嫌な予感。数週間後。凶器には滝沢の指紋が。殺害時刻のアリバイもなく、事件当夜から姿を消してしまって、容疑は疑いようのないものに。しかし
サツは滝沢を見つけられなかった。さっき時間がないって言ったのは時効のことか。ええ、時効が迫った今、浅野は滝沢を探し出したってわけだ。何もかも犠牲にして見つけたんだろうな。でも滝沢は昔の記憶を失っていたんです。若年性アルツハイマーを発症して。じゃあ俺たちが追ってる例の物は？その即効薬。なるほどね。時効を迎える前に記憶を取り戻させようってことか。それで殺害した動機を聞き出し復讐をする。15年も思い続け、しかも自分には振り向いてくれなかった女のために復讐するなんて。たとえどんな理由があろうと浅野さんを殺人者にしたくないの。彼を止めて。時効は明日の昼なの。殺されて当然のやつじゃない、滝沢って。なんなら私が始末してやろっか。始末って三倉ちゃん、うん、うちらは殺し屋じゃないんてんて。ちょっと依頼料も倍払うから。えっ、黒さん飛ばしすぎ。時間がないの分かってる、君たちってものは。三倉ちゃん、原田君、ここ掘れ、ワンワンって掘れ。二人ともどいて。いい？おえ、お前さ、あっという間に通報されるだろうが。君ってものは大胆が過ぎる。時間ないんでしょ。黒さん、もぬけの殻っすよ。うん、まだぬくぬくだわ。おい、ミクラ、これってメゾメゾ。ママじゃ逃げられちまう。三倉ちゃん、なんとかしてちょうだい。ついでにお金もちょうだい。じゃあ体に当てていい？ダメダメ、狙いはあくまでもブツだっつーのっつーのっつーの。お前ならできんだろ。チョキチョキマッチョとわけが違うんだからね。よし、晩ご飯食べたかったら動かないで。浅野。あんた誰？僕をいじめないで。この女性に見覚えは？知らないよ。誰この女の人？彼女は死んだ、15年前の今日。そうなんだ、天国にいるんだ。飲め。飲んだらもう殴らない。だから飲め。いいよ。ギリギリ間に合った。でもここって危なくない？よくこの場所が分かったな。あんたのマンションに俺たちが着いた時真っ先にしたのは。君の愛車に発信機をペタコンとね。備えあれば嬉しいなってなわけ。やめなよ。やめねえ。仕事だから一応止めたけどさ、打ちたきゃ打っちゃえばいいよ、こんなやつ。おいおい、三倉ちゃん、知ってるのか？
こいつが何をしたか。あんたには同情するけど、こいつをやったら美咲さんを殺した動機は永遠に闇の中だぜ。誰に依頼されたのか知らないが、俺は最初から知ってるよ。あ？やっぱしそれなりの訳ありってもんがないと15年間もな。ほんじゃあの薬は何のためっすか。記憶を取り戻させて贖罪させたかった。過去を忘れたまま殺すわけにはいかない。そうなの？そうなの。こいつには美咲以外にも女がいたんだ。それだけじゃない。滝沢は研究費を不正操作して使い込んでいた。だが使い込みが発覚してこいつは。それはダメ、違法行為よ。頼むよ美咲、あの遺体世界的に有名なミュージシャンだろ。病理解剖が終わったらな。どうするつもり？コレクターに売買するのさ。有名人の一部って高く売れるんだぜ。なあ頼むよ、下手すると告発されて逮捕される可能性だってあるんだよ。俺を愛してるなら協力してくれな。いくらちゃん、何なの敵だ。こいつお前が話しやがって。どうしたってのは。話せ。まあ落ち着いてって。これってたまらんでしょうが。クロさん、ごめん、再起不能。たまらん。しかしそこまで滝沢に献身的だった美咲さんをなぜ殺しちまったのかな君ってものは。きっかけは滝沢のもう一人の女さ。滝沢君、ポール・レノンの病理解剖の件なんだがね。何か妙な噂を。私じゃない。このことを知ってるのは俺とお前だけじゃないか。他に誰がいるんだよ。ひどい、私がどんな気持ちで標本を持ち出したと思ってるの。あんまりよ。いや、お前は結局怖くなって俺を局長に言ったんだ。そうに決まってる。自分の保身しか考えてないんだお前は。それは滝沢くんじゃない。全ての発端はあなた自身に問題があるんでしょ。それをいつも他人に責任転嫁して今度はこの私を疑うなんて、あなたは最低よ、重症のエゴイストよ。どこへ行く。浅野に話すつもりか。私はどうしてあなたなんかに。何を。この裏切り女。美咲が持ち出したスライド標本はあらかじめ別人と差し替えておいたんだ。コレクターに売ったのは1円の価値もない一般ピープルの標本ってわけか。滝沢を殴ってでも諌めりゃよかったのに。奪っちゃえばいいんだよ、そんなに好きだったならさ。それができたら美咲は殺されずに済んだかもな。この場所で、ここで死んだ美咲の魂がお前を呼んでるぞ。美咲さんいるんだろう。こいつを止められるのはあんただけだ。え？おっちゃんのたまたま強く蹴りすぎちゃったかな。あ、この人。ん？クロさん、どういうこと？かよ、集団催眠すか。黒さん、俺にも説明できないってば、さってばこれってば。こんな私のために15年も自分の生活を無駄にして、バカだよ浅野くん。無駄じゃなかった。だって美咲と会えた、また会えた。そんなもの大事に取ってるなんて。食べられなかった。嬉しくて。これから先浅野くんも出会いがある。あなたを必要とする人が必ずどこかにいるから気づいてあげてね。私のことは忘れなくちゃダメだよ。
俺はもう恋なんか。人を好きになるのは理屈じゃねえか。まあ美咲さんのことは一生忘れられないだろうけど、大丈夫の金曜日なんてな。三倉ちゃん、男を見極めるときに本当ここに自分のことを必要としているか、思いやりがあるか、悲しみを知っている人か。そうそう、かしこ、それって大事よ。三倉ちゃんもね、しっかりそこのところをね。あー、透けてる。なね、ありがとう。必ず恋のかけらを見つけるのよ。いい？拾ってみるよ。消えちゃった。ありえねえ。ここは元大学病院か。なるほどね。なんでみんな僕を見知れるんだ。おっちゃん撃つよ。なんか形悪い。原田くん、早よ上がってきて。こういうのってすごい嫌なわけ。やば。ダメ。俺は美咲のところに行く。バカ、彼女との約束破るつもり。あいつのそばに行かせてくれ。彼女をもう悲しませないで。やばいよ、クロさん。落ちる。ミクロちゃん、確率低いけどやるしかないね。ミクロ、無茶するわな。大丈夫っすかね、あいつ。やっほー、おっちゃん、原田。ほんと、仲間にしといてよかったっすね、クロさん。ミクラちゃんってばすごすぎ。あ、ミサキさん、支払いの方。俺たちは幻を見てたのかな。お前よく食えるな。だって世の中何が起こるか分かんないじゃん。今朝の一件だってあり得ることなんだよ。わかるか。そう割り切れるとこもすげえよな、お前って。